こんにちは、鎮座ラジオの吉田です。本日は、奈良県天理市にございますレジデンス天理のご紹介をさせていただきます。こちらレジデンス天理なんですけども、駅から徒歩10分ぐらいで来れるおすすめのワンベッドマンションとなっておりまして、学生さんに非常に人気の物件となっております。こちらまず洋室なんですけども、非常に広々とした洋室になっておりまして、およそそうですね8畳弱ほどの広さがございます。こちらの物件ワンルームということもございまして、このようにエアコンご準備させてもらっております。エアコンのすぐお隣にはバルコニーがございましてこのようにバルコニーとなっております。こちらのバルコニーなんですけども、洗濯機をですねこちらのスペースに置いていただくことができますので、洗濯機の方もご準備いただければと思います。こちらの物件なんですが、洗濯機をもし持ってこないという方でもコインランドリーを併設しておりますので、そちらの方を使っていただくことも可能です。お部屋によっていろいろ種類ちょっとあるんですけども、このように収納付けさせてもらっているのが基本的なパターンです。それからですね、このお部屋に関してなんですが、冷蔵庫ご準備させてもらっております。こちら設備という形でご準備しておりますので、続いてですねキッチン周りなんですが、こちらガスキッチン置いていただくキッチンとなっておりまして、収納がこのように下にちゃんとついております。こちらユニットバスとなっておりまして、お風呂とトイレとなっております。はい、こちら玄関周りがこのように非常に広々しておりますので、生活していただくのには便利だと思います。レジデンス便利なんですけども、本当に学生の方に人気なんですが、社会人の方にももちろんお勧めできる物件となっております。室内の詳細等ですはね、当社ホームページにてご確認いただければと思います。奈良のおもてなし、奈良心、賃貸のお席では皆様のお部屋探しを応援いたしております。ご視聴ありがとうございました。